市にあるイチャンからの全体像シャフリサブスのアクサライ宮殿アトブハラのマドラサタシ県との国立公園本項目ではウズベキスタンの観光について記述するウズベキスタンは近年観光産業の規模拡大に取り組んでいる中央アジアの都市の多くは東洋と西洋をつなぐシルクロードの中継点として栄えた地域である今日 ウズベキスタンの博物館には200万点を超える歴史的な事物が展示されており、中央アジアの人々独自の歴史、文化、精神を知る上で貴重な資料となっている。ウズベキスタンには観光客を引きつけるような歴史、考古学、建築、自然などの分野の遺産がある。2008年5月7日から8月27日にかけてペイジトゥアとアルター・ケイファー。 フリームデンバーキ人セリスタンが共同で行ったインターネット上の統計調査によると調査に回答したものの多くは建築や歴史的な事物に興味を抱いてウズベキスタンへ観光していることが分かった。次に多かった回答は文化、生活様式に興味を抱いたというものであった。ウズベキスタン国内における観光客の活動としては ロッククライミングなどの屋外のスポーツから考古学的、宗教的な歴史を知ることまで様々である。2005年には117の国から合計24万人の観光客がウズベキスタンを訪れた。国内の観光産業全体の収入は3000万 US ドルであった。また、観光局は62万1700人にサービスを行い、 406億スムの観光サービスを行った。観光産業は5.984億スムの収入を得た。毎年秋にウズベキスタンの観光産業では国際観光フェアを開催している。ウズベキスタンでは未だソビエト連邦時代のスタイルを継承した複雑な手続きを含む入国審査が行われており、国際観光市場において遅れを取ることにつながっている。 タシュケント国際空港はその乗り換えの難しさ、フライトの遅延、官僚的な応対への不満などにより、観光客から世界で有数のサービスの悪い空港であると指摘されている。ウズベキスタンはカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンなどの近隣諸国と共にシルクロードの中継点に位置し、この点を活用した観光促進事業を行っている。 世界観光機関のシルクロード部局は2004年サマルカンドに開設された。この事務局は国際組織やシルクロードに位置する諸国の観光部局の協力、調整を行う組織として設立された。ウズベキスタンはザレギオンイニシアティブのメンバーでもある。トライは観光に関連した組織の傘となっており、トライはインド、スリランカ、ネパール、パキスタン、 バングラデシュなどの南アジア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンなどの中央アジア、アルメニア、グルジア、ロシア、トルコ、ウクライナなどの東ヨーロッパという3つの地域。多種県とチョルスーバザールの香辛料を売り、ウズベキスタンの気候や自然環境は、中央アジアにおいては過ごしやすい部類に入る。例えば、以前の首都であったカザフスタンのアルマトイは、 タシュケントの北東 800km の地点に位置し、天山山脈の影響を受けるため、年間平均気温は5から8度低い。また、タシュケントから南西 2300km の位置にある、アシガバートは年間平均気温が8から10度高い、砂漠気候である。比較的温暖な気候に加え、灌漑用水の存在、肥沃な土地などの条件により、農産物の生産が盛んである。 ウズベキスタンで採れるメロン、ブドウ、リンゴ、マルメロ、梨はその品質の高さで知られている。冬季には雪が降り、ロッククライミングをする若者チムガンのスキー場ウズベキスタンの山は登山やロッククライミングの愛好者にとって非常に魅了的な場所となっている。多種県とからアクセスが容易かつ有名な場所としては大チムガンボンを有する高度1620メートルの チャトカル山地付近にあるチムガン高地が挙げられる。ここでは、ハイキング登山、乗馬、山間スキー、ハンググライダーなど様々なアトラクションを楽しむことができる。サマルカンドのビービーハーヌム、モスクイスマー・イールサーマーニー病サマルカンドには、レギスタン広場、ビービーハーヌムモスク、グーリアミール病シャーヒズインダ病群などの観光名所があり、ブハラにはポイカリャン、要塞、 イスマー・イール・サーマー・ニービョウ、リャビハウズがある。また、ヒバはイチャンからの他様々なモスク、マドラサ、ミナレットなどが世界的な観光名所として知られている。サマルカンド建設2750周年を祝い。サマルカンドは東洋の真珠と呼ばれる土地の一つである。サマルカンドには多くの独特な文化的建造物があり、ここに 中央アジア古代建築の優秀性を見ることができる。シャーヒズ・インダ病群は現在も修復作業が行われている。サマルカンドの中心地域とも言える、この病群の再建築の基本的な原理は建造物の保全である。シャーヒズ・インダ病群を含むサマルカンドの一元の建造物はサマルカンド文化交差炉という名前でユネスコの世界遺産に登録されている。多種県とは サマルカンド、ブハラ、ヒバなどのシルクロードのオアシスト市を観光する際は、しばしば観光対象とされないことがあるが、多種県とにも様々な観光地がある。今日では、シャイフザイヌディン病や、シャイハーアンターフル、ザンギアタ病などが人気のある観光スポットとなっている。ナボイ劇場は、アレクセイシュチューセフが設計して1939年から1942年。 1944年から1947年に建設され、1947年11月にアリシェルナバーイー生誕500周年を記念して初公開されている。日本人のシベリア抑留者の強制労働により建設されたことで知られている。ホラズムにあるトプラクカライセ古代のヒバはその歴史的、文化的、民族史的な価値からウズベキスタン国内において、 三つの重要な観光スポットの一つである。ホラズム州とカラカルパクスタン共和国の地域には多くの自然、歴史、建築、考古学的な観光地が点在している。ホラズム州単独では約三百の歴史的な建造物がある。この数年間において、この二つの地域の観光産業は新たな機能の追加や観光紹介建築物の建築によって、 活性化されている。その建造物の一つがヌくスにあるサビツキー博物館である。この博物館には前衛的で独特な作品群が多数収蔵されている。博物館では様々な宗教関連の作品も展示している。この他にもかつてアラル海の海岸であった地域の一つであるムイナク地域にある墓地をめぐる自然観光ツアーなどもある。2005年、 ホラズムには4万3000人の観光客が訪れ、そのうち外国人は1万9700人であった。彼らの大部分はフランス、ドイツ、イスラエル、イギリス、オーストラリア、日本から来訪した観光客であった。ヒバの観光客の年齢層は半数近くが50から70歳であり、30から40歳の観光客は約21%であった。 ホラズムの観光客の32%は観光局から車掌に関する支援を受けた上で個人で観光に来ていた。ウルゲンチの空港は現代化に向けた改修工事が行われ、改修後は国際空港へと昇格した。現在は ICAO のファーストカテゴリーに対応している。キジルクム砂漠では多様かつ貴重な動物ショーが見られる。キジルクム自然保護区は アムダリア側から排出された洪水によってできた土地である。もう一つの自然保護区であるジェイロンはブハラ南部4 0キロメートルの地点に位置する。アイダこルコの周辺地域では釣りやユルト体験、ラクダ乗りなどのアトラクションを楽しむことができる。また、キジルクム砂漠の多様な動物性、植物性に加えてアラル海から飛来する様々な水鳥を観察することもできる。 アイダール湖には様々な魚類が導入されており、現在では釣りは観光の目玉の一つとして扱われている。サルミシュ渓谷はカラタウ山地の南北に位置し、ナバーイーの北東30から4 0トルに位置する。この地域は約20平方キロメートルにわたる様々な古代遺跡がある。この地域の遺跡としては中世、初期鉄器時代、青銅器時代、 石器時代に建造された火打石の採石場、鉱山、古代の集落、古墳、地下墳墓ペトログリフがある。サルミシュ渓谷には未だ発掘されていない4000点以上のペトログリフがあるとされる。古代より周辺地域において、この場所は神聖な儀式を行う神聖な場所とされてきた。ウズベキスタンを訪れる観光客の大部分はその、 理由に宗教にまつわる興味をあげる。現在、ウズベキスタンには160を超えるイスラム教関連の遺跡がある。シャイフ・ザイヌディン病や、シャイハーアン・ターフル、タシュケントのザンギアタ病、バハーアウッディーン病群、サイフ、アッディーン・ボハルズイ病とバヤン・クル病、その他多くのブハラの多くの建造物が、スーフィズムに関連する。ウズベキスタンは主にイスラム教を文化のルーツとしている。 しかし、ネストリウス派のキリスト教信者も共存していた。ウズベキスタン初のバプテスト教会の集会は19世紀末にタシュケント郊外の小さな町で始まった。これらの都市の人口はその大部分がロシア帝国からの入植者で構成されていた。近年では多くの現代的なカがウズベキスタンに設立されるようになった。これらのカは 高い質のサービスを提供している。さらに、西洋やロシアの歯科に比べて、非常に安い値段で治療を受けることができる。ウズベキスタンの歯科は、質の高い設備や、質の高い材料、効果的な麻酔を使用している。歯科では、歯周病の予防、手入れ、掃除、歯磨き、洗浄、ガムによる、マッサージ、デジタル X 線装置を使用した歯の補鉄物の手入れ。 などを行っている。治療後、すべての問題箇所が取り除かれ、葉の色や形は、元の健康的な肺と修復される。補鉄物には、通常金属もしくはセラミックが使用され、特別な補修が施された技師となる。ウズベキスタンへの観光の際、多くの観光客は、首都のタシケントを経由する。タシケントには、国内便、 国際便が発着するタシュケント国際空港があり、タシュケント駅を含む2つのウズベキスタン鉄道の駅がある。また、市内には市営バスや地下鉄などが運行されている。旅慣れた観光客は混雑が起きやすいタシュケント国際空港を避けて観光を行おうとする。タシュケントには、ウズベキスタン航空、大韓航空、エアバルティック、アシアナ航空、 ターキッシュエアラインズ、トランスアイロ航空、アエロフロート、チェコ航空、イラン航空、アスタナ航空、S7 航空が就航しており、ウズベキスタン国内にはタシュケント国際空港の他に国際便が発着する国際空港が7つ存在する。サマルカンド、ブーハラ、ウルゲンチ、ナマンガン、アンディジャン、フェルガナ、ヌクスには国内便、国際便が共に発着しており、 タシケントもしくはサマルカンドへの国内便と、主にロシアへの国際便が運行されている。国内便のチケットは国内外にあるウズベキスタン航空の窓口、もしくはウズベキスタイ航空のウェブサイト上にて予約、購入が可能である。ウズベキスタン航空は2005年に170万人以上の乗客を1年間に運んだ。現在、ウズベキスタン航空は、 ソビエト連邦時代から使用されている古い航空機の機体の回収に取り組んでいる。ウズベキスタン航空には西洋で製作された13の航空機があり、その内訳は7つのボーイング航空機、3機のエアバス A310、3機の RJ-85 である。2005年末にタシュケント国際空港はウズベキスタン航空の就航地を増やし、現代的な設備に 一心600人に対し食事を提供できるようになったと発表した。新しいシステムは質が高く観光客におおむね好評である。ありがとうございます。